2010 p d c チャレンジトーナメントは2010年に開催された2度目の p d c チャレンジトーナメントである。優勝者は2011 p d c ワールドダーツチャンピオンシップの出場権が得られる。本年のチャンピオン及び2011 p d c ワールドダーツチャンピオンシップ出場者は橋本守る姿となった。この年におけるザフィナールも 来日したラスブレイがレフリーを務めた。本戦の日程、会場、放送などの情報は以下の通りである。まず、東日本予選と西日本予選があり、これらの予選を通過するとザフィナールに出場できる。なお、各予選とザフィナールの3つのイベントは、それぞれ1日のうちに行われる。全試合で行われる。東日本予選と西日本予選の形式は、 参加人数が異なることにより試合数が異なることを除けば形式は基本的に同じである。また、2010年は2009年とは逆に東日本予選が行われた後に西日本予選が行われたが前者において上位4名に残れなかったプレイヤーは後者に参戦することも可能であるため日本のトップ層を中心に両予選に名前が見られるプレイヤーが多い。 両予選は、ラウンドロビンと本戦の2段階になっている。ラウンドロビンまず、ラウンドロビン形式のグループ戦を行う。本戦本戦は、シングルエリミネーション形式で行われる。この年より、ザ・フィナール出場者が決定する準々決勝で終了し、準決勝や決勝は行われなくなった。ラスト8からのシングルエリミネーション形式である。レッグ数は、 以下の通りとなっている。本戦本戦における結果は以下の通りである。東日本予選からのザ・フィナール出場プレイヤーは、江口雄二、勝美翔、星野光成、そして安木健一であった。ラスト16準々決勝ここで勝者がザ・フィナール出場となった。本戦本戦における結果は以下の通りである。西日本予選からのザ・フィナール出場プレイヤーは、赤松大輔。 竹内敦、橋本守弘志、そして村松春樹であった。ラスト16準々決勝ここでの勝者がザ・フィナール出場となった。ザ・フィナールの結果は以下の通りである。チャンピオン及び2 0 1 1 p d c ワールドダーツチャンピオンシップの出場権を得たのは橋本守る姿であった。ここでは2 0 1 1 p d c ワールドダーツチャンピオンシップにおける 橋本守る姿の結果を紹介する。昨年の村松春樹に続き、橋本は PDC ワールドダーツチャンピオンシップにおいて第0ラウンドを通過し、第1ラウンド出場を果たしたプレイヤーとなった。橋本は村松とは異なり、第1ラウンドでは1レッグも取得できず完封負けとなってしまった。しかし、対戦相手のゲイリー・アンダーソンは、昨年、ロニー・バックスターに、 村松に続いて、第2ラウンドにおいて0から4で敗退させられた、時よりも実力が大幅に向上しており、橋本との対戦後決勝戦まで到達し、平均値も決勝戦以外で100を切ることがなく、このワールドチャンピオンシップ後に行われた2011、プレミアリーグダーツでは、チャンピオンとなって、初の PDC におけるビッグタイトル獲得を果たすなど、強敵となっていた。形式。 ベストオブ7レックス第0ラウンドにおける橋本の対戦相手はプロフェッショナルダーツプレイヤーズアソシエーション予選を勝ち抜いたマットパジェットであった。結果は以下の通りである。統計値取得レック景色ベストオブ5セッツ第1ラウンドにおける橋本の対戦相手は当時 PDC オーダーオブメリット11位 PDC 移籍前は ブドと WDF の両ランキングとも1位であったゲイリー・アンダーソンであった。統計値首都クレッグとセットゲイリー・アンダーソンの結果、橋本守る姿を撃破したゲイリー・アンダーソンは、その後決勝まで勝ち進んだ。2011PDG ワールドダーツチャンピオンシップにおけるアンダーソンの結果は以下の通りである。ありがとうございます。